はい、ピスクでサクスペやっていきますということで、お知らせがねちょっと追加できてたようなので、見ていきたいと思います。はい、麦わらナッチが、覚醒します。きたやったやったよ。で結構強いので、あれ守備4かな、ちょっと待ってくださいね。守備4の、まあ、魔術師祝福なので結構査定モレールプラス、結構ね、まあ、あの柔道ではあるんですけど、アスレティスで結構あの体力管理が回復イベが多いおかげで、かなり強強なので、それでね結構活躍できます。はい、活躍できます。はい何2回言ったんだろう。はいって感じですね。で、まあ、まあ進むと合わせて106とかにできる感じになると思うので、うん、ぜひ。でまあ片守備だしね、まあ結構ね、あの何競技以外はハマってる感じのキャラになるんで、まあ俺は結構好きで、よく使ってましたって感じです。はい、麦わらですね、ありがとうございます。でなんか来るらしいよいろいろ、まあ、パワープロの日、本番なのか分かんないけど、はい、来るらしいです。称号が来ます。初日に、PSR ガチャ券もらえます。はい、ありがとうございます。で、天才が、3回使えるよっていう感じです。2位なのかな？あれかな？それとも最初の3回は、あれしちゃうのかな、勝手に天才になっちゃうのかな。はいって感じです。でマイナスつきません。もうマイナスはもう常時つけないでくれはい。で全シナリオレベルマックス、ありがとうございます。はい、招きカロバ30個、次元ですね、ありがとうございます。はい、99個じゃないんだよねこっち、いつもね、うん、です。以上かな。はい、まあなので、まあアスレですかな、野手はアスレ、投手はクロスナイ、やっていこうっていう感じだと思います。はい、人によっては北斗とかやってる人いいのかな、ピッチャーはね。はい、感じだと思います。はいって感じなので、アニバーサリー×麦わら×なんかアイテムとかレベルマックスとか来ますよっていうお知らせでございました。以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さん、ピースさん、一日をお過ごしください。バイバイ、まあ、本番はじゃあ次の週ってことでね、うん、バイバイ